土曜日夜10時からは NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組カチカチカチ ABC ラジオにセット。このラジオ聞いてくれてる皆さん、スキピースキピースキピー。さあ2時間目です。2時間目は体育の授業です。今日6月23日は1894年に国際オリンピック委員会が設立された日であることから、オリンピックデーとされています。そこでオリンピックに関するクイズを用意しました。ではなぎちゃん、問題を読んでください。はい。オリンピックのマークは5つの輪で構成されていますが、この5つの輪は何を表しているでしょう。はい、はい、オリンピックのマークは5つの輪で構成されている、いますが、この5つの輪は何を表しているでしょうか。お書きください。どうぞ。どうかな。はい、上3つ下2つかな、はい、のあの輪っかのやつね。はい、はい、まあまあ一緒やっても知らんかったら考えても。めっちゃ丸書いてる。何を表してる。まあまあなんかぽい感じで考え、うん、あでも思いつくかも分からへんね、もしかしたら。まあそうね。うん、でもまあ大体一緒やったよ。諦められてる。いいですか。はい、では出してください。どうぞ。お。もう。サエピーと西森一緒ね。はい。大陸。大陸。を表していると、はい、正解じゃないですか。はい、なぎちゃん、仲間意識。仲間意識。意識。仲間意識。そのアバウト意識というその仲間意識という物理的にないものをそれを掲げてオリンピックというのは、はい、そうですよ、オリンピック自体はそういうことですけどね。でしょ、まあまあ、平和でいきましょうってことですけど、そういうことですけども、では正解発表しましょう。正解は地球の5大陸です。はい、仲間意識考えるのにまたされたんか。改めて、まあ、またかやったけどな。面白かった。我慢してください、そこは。お願いします。そんなやいのやいの言わんとね。アジア、アフリカ、南北アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリアの五大陸を表しているという、はい、まあ、広い意味で言うと、広い意味というか、まあ、正解は大陸なんですけども、はい、まあ、仲間意識というのも、まあ、入ってるっちゃ入ってるんですよ。まあまあね、オリンピック自体がね、やったーじゃないねんな。あの、正解ではない。決して正解ではない。意図は当てました。まあまあ、意図はね、考え方としては間違ってないけども。まあ、意図はまあ、みんな知ってるからね、でも。そうそうそう。うん、みんな知ってることやから、大概の人が、はい、そのなんぼその五輪書いても一緒やねん。ホワイトボードに、めっちゃ丸書くやん。ずっと何個も書いてますけども、一番いいやつ意味はないんでね、はい、そこに一番いいやつに丸してる感じです。囲ってる大きい丸で、ちょっと意味わかりませんけど。さあでは続いてサイピー、問題文読んでください。はい。オリンピックの開会式の入場行進で先頭はどこの国でしょう。はい、オリンピックの開会式の入場行進で先頭はどこの国でしょう。お書きください。どうぞ。知らんけど多分合ってるわこれ。知らんかったけど。うん。多分。はい。合ってる。はい。早かったな、今回書くの、はい、うん。はい。さあでは、お出しください。どうぞ。うん。違うね。サエ様は開催国、開催国、その国の人が前を歩く。なるほど、その開催国の国が、あ、まあ、先頭を歩くんじゃないかと。はい、なぎちゃん、アメリカ。なぜ、アイウエオ順で、あで、アメリカ。アイルランドとかはどうお考えですか。あります。アメリカ。いや違う、だからアイウエオ順で行く場合の、あのアイルランドとかはどうお考えですかと聞いてます。今もう自由にこの人たちね、はい、わーって、はい、いける人から行くみたいな、いける準備。いや、それ軟式野球じゃないですか。軟式野球もうちゃんとしてる。軟式野球の入場ちゃう。高校野球の、あの全国で見るやつと一緒。プラカード持ってでわーザザザザザーとは行かない。出ても出なくてもどっちでも。出なあかん。大体でな。出なあかん。来れる人だけ来る。はい、来れる人だけ。いいかなあかん。出たい人だけ。みんな行く。はい。それだけしに行く。なんで飽きてる。なんか俺まだ言うてんのに。なんでなんか次行きましょうみたいな顔で。飽きてないけど、あの、開会式バージョン考えてなかったから。時間かかってんの。単純に。考える時間。単純に時間かかってんの。なんか全員がポーっとしてたから今。西森、ギリシャ。ギリシャね。はい、あ、わかりました。では正解発表しましょう。正解はギリシャです。
知らんかったけどなかった。すごいそれ。こうやろう。これほんでかと勝手に思って。そうやな。まあでも考えればそうだね。考えればね。そうですね。オリンピックの開会式の入場行進は先頭がオリンピック発祥の国ギリシャ。ああ、なるほど。はい。その後ろはアルファベット順。最後が開催国と。へえ、逆なんよ。なるほど。なんか遠慮しとけよっていう感じですよね。開催してるんだから。して、チャイムが鳴りました。体育の授業はこれでおしまいです。こんばんは。春になり8年目になりました。 NMB48 学園、こちらモンスターエネルギー組 ABC ラジオ福島区蛍町からやっております。皆さんが聞けば続くとそう聞いた